こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県川崎市横須賀線新川崎駅にやってきました。ちょっと珍しい車両が1本通過するようです。こちら南武線の車両となりますが E233 系。8000番台ということで普段この場所で見ることはできません。現在ホームを歩いているわけですが、この奥を見ますと JR 貨物新鶴見機関区となっています。やってきたばかりの新鶴見機関区ということですが、本日は JR 貨物ではありません。新造配給ということでこの後見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。先日高崎線高崎駅や宮原駅で見てきました。東武快速線横須賀線で活躍をします E235 系1000番台。本日も飯津事業所の方から鎌倉車両センターの方まで新造配給。前回は基本編成となります。 F18 編成ということで11両編成。しかし本日は付属編成 J16 編成4両。この後到着しますので見ていきたいと思います。ここのところ最近毎週のように行われています E235 系1000番台の新造配給。高崎線内で見ることが多かったわけですが、本日は神奈川県にやってきまして、こちら新鶴見信号所。線路の数がたくさんあります。大宮方面から鎌倉車両センターに向かうようなんですが、先ほど新川崎駅ホーム、大変多くの方が集まっていましたので、この後やってくることは間違いないと思います。 EF210 型が滝を牽引してやってきました。こちらの電気機関車、吹田機関区所属の車両となっています。そして本日の新造配給ということですが、担当します電気機関車、長岡車両センター所属 EF64 1030号機が予定されています。そして正面のタンク車 JP8 と書かれています。手前の車両は書かれていませんが、こちらは JP8 のマーク。横田基地にジェット燃料を輸送するタンク車滝ということです。ということで遠くに EF64 型の姿を確認することができます。現在ふれあい公園手前あたりでしょうか。ゆっくりとこちらに向かってきます。まあ、付属編成ということで両数は4両、ちょっと短いような感じもします。まあ、湘南新宿ラインの E231 系とただいま融合中。そして奥に末尾1116と見えますので、 J16 編成間違いないと思います。一番後ろの車両は4号車となります。クハ E235-1116。 そして奥を見ますと EF65 型2085号機でしょうか。こちら新鶴見信号所にただいま停車していますが、いろんな列車がたくさんやってきます。どの程度こちらに停車するのかよく分かりませんが、3号車毎回見ていますが、パンタグラフの方は上がっています。そして先頭の車両ゾウ1号車にやってきました。この先を見ますと、本日の新造配給を担当します EF64 型、本日は1030号機。
不明札を見ますと長岡となっています。先日もこちら新鶴見機関区新鶴見信号所の方で EF64 型見てきましたが、1017号機 JR 貨物愛知機関区所属の電気機関車、こちらは JR 東日本所属の電気機関車となっています。今回初めてこちら新鶴見信号所で新造配給見ていますが、高崎線から大宮に向かいます。その先貨物線を経由しまして武蔵野線、府中本町からさらに武蔵野貨物線に入り、こちら新鶴見信号所にやってきたようです。前回は基本編成11両、今回は付属編成4両ということになりますが、1ヶ月で見ていますと基本編成が約2編成、そしてこちらの付属編成が約2編成、次々に新造配給が進んでいるようです。担当号機となりますが、今回は1030号機、この他に1031と1032号機ありますが、1030号機と1031号機が頻繁に使われています。1032号機最近見ていませんが、どうしてるんでしょうか。ということで総武快速線横須賀線の E217 系、はい、ということで1030号機に牽引され鎌倉車両センターに向かった J16 編成、この先活躍がとても楽しみです。こちらは EF210 型の112号機ということで、新鶴見機関区所属の電気機関車、止まってしまいました。はい、ということで本日は新造配給見てきましたが、この先の活躍が楽しみです。そして奥に停車しています車路 E233 の1ということになりますが、この先の活躍とても楽しみです。動きがあればまた見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで前回も訪れました新川崎ふれあい公園から今回は失礼したいと思います。こちら撮影ポイントだったようです。最後までご視聴ありがとうございました。